滋賀の経済情報が集まり発信する番組「滋賀経済ナウ」さて今日のですね特集でご紹介する 49ers 小中良明さんからこんな素晴らしいものをいただきましたありがとうございますいやかっこいいですねもうこの番組のセットでねぜひ使わせていただきたいと思いますありがとうございますどうですか池田さんこれえー、すごいですねはい ベストリーですよ。どこへ飾んの？え、番組のねセットとして、えー、はい、花を添えていただこうと思います。あ、すみません、すっかり紹介するのを忘れてました。はい。今週のオブザーバーでございます。池田牧場の池田貴子さんです。よろしくお願いいたします。さて特集はですね、今ご紹介しましたフォーティナインーズ。はいでも。今回はジーンズのお話です。池田さん、ジーンズって聞くとどんなイメージですか？ えー、私とご主人が仕事着に毎日使ってる、うん、ズボンああそうですよね、はい、でもジーンズはジーンズでもヴィンテージのジーンズと聞くとどうですか、えー、古くて高いっていうイメージ持ってます、はいああ ねはい、100万円とか200万円とかねそうそうすごいらしいですね汚いのがね <laughs> 汚いのがいや歴史があると言ってください <laughs>、はいはい、でもそれはなかなかちょっと毎日履いたりできないじゃないですか、うん、そこでヴィンテージジーンズのです、ね、再現に取り組んでいるのがですねはい東市の私行ってきましたまずは VTR ご覧いただきましょう 近江鉄道妖怪市駅から歩いておよそ5分ぐらいのところにあります本町商店街にやってきました、まあ、昔ながらの商店街なんですけど実はですねこちらに全国の愛好家から注目されるお店があるんですよ何だと思いますか妖怪市ですから妖怪でしょうかいやいや妖怪市ですから大凧ですか妖怪市ですから福クですか 焼き物がありますけれどもそうではないんです実は今回ジーンズなんです昔のジーンズをですね昔のやり方で再現した縫製したものなんですねそのお店がこちらでございますフォーティーナイナーズフォーティーナイナーズアメカジつまりアメリカンカジュアルの洋服や小物を扱う店だ よき,きアメリカという感じですね僕たちはいわゆるアメリカンカジュアルの洋服を取り扱ってますでただ基本的にもメイドインジャパンの国内メーカーばっかり日本中からセレクトをしてきて私アメリカジっていっもうジーンズかチノパンかぐらいしか思い浮かばないんですよね、まあ、イメージ的にはそうですよね <laughs> はい <laughs>、まあ、中でもはいジーンズがすごいとそうです僕たち<あ>あの実はこの店の近くに工房を作って、ええ ヴィンテージジーンズって言われてあのすごく高価に取り扱われてるあの、まあ、ジーンズですねそれと同じ時代のこうミシンと作り方もうそれをそのまま再現して作るというジーパンを、まあ、作ってるんですよそのジーンズがこちら1946年モデルのヴィンテージジーンズを再現している税別3万8,000円今年4月の発売以来およそ200本を売った どこが違うんですかね,えっとねまず、まあ、一番の特徴はその縫製が違う当時のミシン1910年代から40年代のミシン、まあ、今ヴィンテージで文0 0万って言われているものを塗ってたのと同じミシンを使ってるので、まあ、このステッチラインって言うんですけど、うん、まあこういうところがなかなかあの表現できないっていうのと,、うん、えっとやっぱりね今の時代の作り方っていうのは大量生産の作り方になってるので。うんあの 非常にこう表情が似通るんですね要はあの日本の技術としては正しいんですけどあのすごくきれいに作ってしまうあ<ー>でもそのまあお客さんが求められているものっていうのはちょっと歪んでたりちょっとずれてたりっていう非常に細かいところなんですけどね、うん、まあそういうのを全部要は手作業でやるのでこれを求めて、はい、結構全国から来られると聞いたんですかいなと、うん えーと一応オーダーをお受けできませんよということを言わせていただいているのであのサンプルがありますのでそのサンプルを履いていただいてじゃあお客様はこのサイズですよっていうのを決めていただいて、まあ、そこからオーダーをお受けしてお作りするという、はい、やり方をさせていただいております。こちららはは今年8月から販売を始めたデニムジャケット価格は4万5千円 1946年のヴィンテージジャケットを徹底的に研究して作ったまあこれもね非常にあのヴィンテージっていうのは元になってるものでも珍しい形を採用して作らさせていただいてますわざとこのボタンとこの位置がずれてたりとか、まあ、そういうのも全て再現してるのでちょっとしたこういうずれとか手作り感がやっぱファンにはたまらないもうたまらないわけです <laughs> な,んならもっとずらしてくれと <laughs> <laughs> ちょっと私も触ってみていどうぞもちろんです イはこれで何年ぐらいのものもこれがね、えっと、1946年,1946年はいもう,もう限定された年になってますいちょうどそうですね太平洋戦争が太平洋戦争が終わった翌年のモデルです<ー>対大戦中に、まあ、アメリカの元々になっているそのリーバイス社のものなんで、うん、要は戦時中の物資削減っていうので いろとこのディティテールでですすね部分が省略されてたんですよ<う>ここのフラップがなかったり今ボタン5つあるんですけどこれが4つになってたり<う>でそれが戻った年なんですね46年って。<う>でその、まあ、47年にその完成形にたどり着くんですけどその間は過渡期って言ってすごいこういろんな変化がいっぱいある年なんですよ。 マニアの方たちはやっぱそこが面白いマニアックな世界です,、ね、すごいマニアックな世界なんですけど、ね、でもそれをなかなかやっぱり大きな工場さんだと指示を出してもそんなことはできないっていうので、はい、僕たちはもう,うちの社長が一人で塗ってるのであの細かいとこにも対応してやると駅前の商店街ね行った時にここにあるというのは聞いてたんですけど 本当にあるのかなという感じで、ええ、池田さん知ってました。あのお父さんお母さんがやっておられる時はよく知ってたし。ええ、今息子さんの吉崎さん頑張ってるんですよ。これ、ええ、は知らなかったですね。ええええ、でも息子さんね。はい、あの小学校の時。知ってるんですよ。ええ、そうですか。はい、じゃあ久しぶりにご覧いただきますね。あはい、今あの三十歳なんですけども、デニムがもう好きすぎる。 はいお父さんお母さんも大好きな人やったわ <laughs> そうですか、うん、そのですね、えー、息子さん突き詰めるその道筋というのがですね、えー、もう一切妥協を許さない<ー>、はい、そのワールドをご覧いただきましょう、はい、手間暇かけてほんまにもう、まあ、アホや言われるんですけどあのそこまでやるかっていうとこまでやってみたかったんですよ店の近くにある工房 こなわず、ーソーイングファクトリー、革職人と縫製を担当する。小中代表が、頂いているヴィンテージデニム再現のきっかけは、ジーンズの聖地、岡山での修行だった。4年ほど前に、岡山に、デニム縫製というのを教えてください。行った時に、まあ、あの、岩田が最初、あの、まあ、お前のめてんのかと、巻いたら、あの、そんな簡単にできるもんちゃうで。 あの人だかでそれでご飯食べてやるしプライド持ってやられてるんで、うん、あのそんな簡単にできるもんじゃないからあの、まあ、とりあえず一回ちょっとミシンあのこれ踏んでみって言われて目の前にあったそのほんのりミシンがあるんですがそれをまあバ,バババと踏むああうまいなと、うん、うまいやんけど <laughs> まあ僕実はねあの小学校の3年生からの親父に叩き込まれてですねあのミシンは仕事が踏んでるんで当時なくまあ縫い方早く、はい、教えてみたいな話になってこういう特殊ミシン踏ましたるわ言うていろいろちょっと教えてもらって、まあ、ジーンズをまあ作るとこまで行ったんですけどけれど当時のステッチを再現したといっても今のミシンで縫製したものはやはりネプリカだと思うようよになった今のミシンで縫うとるからいけないんですよここまで。 当時のとこまででかないんですよ、うん、絶対に。うん、似てても本質追いかけた縫い方とかできないんですかやりたいんですけどって言ったらもうそれはこの方も申し訳ないけど絶対無理やとあのそんなもんでやったらすげえことはまあみんな分かってると、うん、でもそれは現にじゃあ誰がミシン集めてくるんね、うんとまずミシン誰が直すねんっていうとこでみんなやってないって気づいたの。うん、なるほどと世界一の岡山がそんなこと言うてんやったらもう俺やったら宇宙一やんと思って。 当時の資料や文献を徹底的に調べた。マニアを頼って1900年から40年代のミシンも探したそして2014年4月にミシンの工房をオープンさせた今で、えっと、ここで稼働ミシンでおそらく18台か19台ぐらいだったと思うんですけども、うん、実際はまあ今100台近くあのまあストックとして持ってますね。ジーンズで1本作るのに何台ぐらい必要なんですか 今その僕が作ってるこの1946年モデルっていうやつで16期今のデニムの縫製は簡略化されているため再現する方がはるかに難しいでもあくまでも当時のままを目指した針のサイズ糸のサイズ生地に対してのこの糸の食い込み加減、まあ、表現って僕ら言うんですけどどこに表現を持っていくのかこれは本当にそに当時のヴィンテージって言われるものを見ないと絶対ミシン屋さんでは分かんないんで。うん それをまあ僕らも見させてもらってもう追求するだからもう一本何百万もするジーパンとかよくあるじゃないですかあ,ります、ね、あれをもう仕事も見せてもらって、はい、僕らも持ってますけどあのそれをもう分析しながら糸の食い込み具合であったり糸の太さであったり針幅であったり全部合わしてそこに持っていくっていうもうほんまにもう地道な作業の積み重ねです全ての工程の縫製を一人で行う小中さん 糸一本でさえ妥協はしなかった例えば今のものづくりでこう今折ったりしてるとこあるじゃないですかこういうとこ折り伏せるんですけどこれって大半のやっぱアイロンでこう押さえて最初から型紙があって型で押さえて縫いやすいようにしたりあのしてるんですねでもあの我々のこのものづくりっていうのはその当時アイロンがない時代というかなかったので職人の手曲げ縫製って言われる手で曲げながらしか縫えないんですよ。 若干の個体差が出るっていうのはそこであり、その個体差がマニアが喜ぶところなんですね。で、そのマニアが喜ぶポイントっていうのは僕らはもう手の感覚で分かってるから、それをこの当時のミシンでちゃんと表現することによってさらに本質が生まれる。部品がなければ作る。当時の雰囲気を出すためジャケットに使う糸はアメリカで作った。国産の糸では質が良すぎるというか、そこまで良なくていい。 でもやっぱ当時の村糸っていうこの村のある糸これがどうしても作りたくて日本じゃ作れないのでうもうアメリカで作れるって聞いたんでそこで作ってますその同じように作ってもこういう村糸でないと、うん、やっぱりファンの人は喜ばない違うんですか、はいいですはい、村にならないから村にならないとからですこの食い込んだり食い込まんかったりするのが編成はあ うん、僕そこまで糸のことまで考えたこと今日初めてですよ <laughs> でしょやっぱりものづくりってそこなんですよであとまあこの縫製の使用であと大事なのはパターンですね型紙その当時のパターンの勉強、うん、だから僕はそのこのファクトリーで何ができるかというと、えー、まず生地もオリジナルで岡山まで織りに行ってます、うん、糸も作りますそして裁断そしてその型紙作り縫製仕上げ販売 までも、えー、一人でできるというか一人でやるというここですよね。これはやっぱりやってみなかったんです。うん,うん。いもう言い訳できないですよね。ねはい。あもう誰かのせいにできないんで,です。全部自分です。おかしっても自分、かっこよくても自分です。2014年5月に販売を開始。店に来ないとオーダーできないにもかかわらず。 およそ400本が売れた。将来ね、うん、この会社、うん、あるいはこの地域をどうしたいですかやっぱりね、あのー、僕はその、実はその、僕らこれヴィンテージっって言って言るんです。当時の縫製のことをねこのその質の高い縫製技術を持ってですねそのヴィンテージ縫製ができる街。そういうまあ縫、まあ、い手さんというか縫う方とか、まあ、そういう場所とかを作ってですねそういうなんか雇用を生んでいきたい。 妖怪地っていう町で、ね、まあ、僕、妖怪地ずっと住んでるんでね、妖怪地っていう町で、そういうことをしてですね、そういう雇用が生まれてで、世界中からね、この技術でこんなすごい服が作りたいんやって、ほんまに世界中のもうトップ目指すようなブランドさんとかの仕事とかを受けれる町にしたいんです。突き抜けるまで突き詰める、ヴィンテージ縫製の聖地、東泳ぎの実現を夢見て、小中さんは寝ても覚めてもデニムのことを考えている。 めめっっちちゃゃ好好ききですよねめっちゃ好きもうやばいぐらい好きですほんまにこれ笑けてくるでしょほんまにねめっちゃ好きなんですよねもうずーっと考えてますも,んもううーんってうんってほんまにもうもう,もうなんだろうなんか動いてますねパターンのこと生地のこと糸のことミシンのこと縫い上がりのこととか縫ってる時のこととかもういろいろこうなって毎日。 うん、あんまり仕事やと思ってないでしょ思ってんす仕事ですけどねれなんですか社長にとってこれはもうほんまに生きがいというかもう本当に転職池田さんも永元、はい、寺にですね、えー、人がたくさん来てくれはる店を作ったじゃないですか、えー、このフォーティナイナーズとの共通点というのは何かお感じになりました、あのー 私は子供の時の本町通りってすごかったんですよ人ばっかりで今割とこう閑散としてるんですけどそこに核ができてであのにんやかになるその核をね、えーえー、頑張って作りはりました4 9 e r で,すで僕ねお話しててものすごい胸打たれたのが、えー、自分の会社だけじゃなくて、えー、その地域を元気にしたい。昔やったら、うん お城があって城下町がにぎわう、あのー、とかお寺があって門前町があるとか言って、うん、一つ核があってそれで周りがにやかになるって私とこはやってるうちに、うん、ああ私って生産者と消費者を結びつける役割をどこかからもらったんかなっていうぐらい仕事が楽しいですね。だから、はあ あの小中さんもジーンズをヴ、ね、ィンテージを作ってこれ、うん、も,もね細かい細かいことまで考えて作って転職やってあんな若い時に転職って分かるって嬉しいやろね。最高ですよね,ね<え>、はい、ぜひあのね周りの方も地域ぐるみで一緒になって、ええ、東近江盛り上げていってほしいですよね。特、ね、特に若いのがいいのがでですよね,ですね以上特集でした ここで一旦コマーシャルです滋賀経済ナウここで今週のニュースです環境省が認定するエコファースト企業の共同事業として大津市の大津港で外来玉所釣りボランティア活動が行われましたこの日参加したのは 滋賀銀行など関西に本拠を置くエコファースト企業10社でエコファースト企業の認知度向上や企業同士のコラボレーションを目的にボランティア活動を行いました高島市は市内の特産品を載せたカタログギフトからふるさと納税の返礼品を選べる事業を大手百貨店高島屋と行うこととなり覚書を締結しましたこの事業は 10月1日からスタートし、全国に19店舗ある高島屋グループのネットワークを通じて VIP 会員向けの開放誌で PR するほか、京都市内の2店舗ではパンフレットが置かれるということです高島氏は高島屋の創業者ゆかりの地で社名のルーツでもありそういった縁がきっかけで今回の事業提携となりました 毎年県内で栽培された茶葉から選ばれる近江の茶の最高級ブランドきわみせ茶最長とびわこかぶせ例年は8月頃から店ごとに販売していましたが今年からは9月15日を解禁とし18店舗で一斉に発売することになりました取り組みの背景にあるのは日本人の緑茶葉れです 1人当たりの購入量は40年前の半分以下になりました消費拡大を狙った全国でも初めての取り組みです土地取引などの基準となる今年の地価調査の結果が発表されましたそれによりますと県内の地価は全ての用途の平均で7年連続の下落となりました また去年まで4年連続で下落率の縮小が続いていましたが今年は下落率も拡大しました県では調査結果について県内では下落地点は減少したもののこれまで上昇していた地点の上昇率が縮小したため前の年と比較して全体では下落率が拡大したと分析していますではここで経済イベント情報です 滋賀銀地方創生セミナーが10月5日に草津市の滋賀銀草津ビルで開かれますこのセミナーは滋賀銀行が地方自治体の職員を対象に初めて開催するものですなお定員は50人で参加は無料です滋賀県中小企業団体中央会では中央会トップセミナーを10月7日に大津プリンスホテルで開きます セミナーでは慶應義塾大学大学院教授の岸博之さんが日本を変える新しい時代が求める成長産業の形と題して講演します今回で18回目を迎える琵琶湖環境ビジネスメッセが10月21日から3日間の日程で滋賀県立長浜ドームで開かれます今回は300の企業や団体が出展するほか 十七のセミナーと二十三のプレゼンテーションが行われます。池田さん、鳥は好きですか？大好き、大好き。好きはい。どういう食べ方を想像します？一番は唐揚げ、二、はい、番は焼き鳥、三、はい、番はお鍋、はあ。ちょっとですね、はい、変わった食べ方のお店を見つけたんですよ。<え>はい。ちょっとご覧いただきましょうか。はい。 近江八幡市高会町にあります近江八幡地鶏ジンギスカンだるまというお店なんですけれどもなんとこちらはジンギスカンで鶏を食べようというお店なんですねこれでございますこれ一盛780円税別でございます地鶏ジンギスカンおいしそうおやじ音もいいしおいしそう で私ちょっといただいたんですけどこれ地りジンギスカン2盛りと海鮮焼きを2盛りとで焼き野菜1盛り入れてもらって大体これで合計4030円税別なんですけどこれで2人から3人ぐらいのグループで食べられますんで安いねえ安くてね、うん、やっぱりあの安く提供しようというのをね一つこう海にしていて気楽に食べられるお店なんですね一番のお店の特徴というのはどこですか、えー、安くる 提供したいそれが一番の売りなんですけどもそして品をかつ安全で新鮮なものを届けたいという思いでやっておりますなぜジンンギスカンだったんでしょうか地鶏と,と野菜を一緒に摂れるヘルシーなお料理として最適じゃないかなと思いましてやっております。 野菜のこだわりはこんなところにもありましてビールなどお酒ですね 2>,、はい、2杯目から自分でやりますとご覧のように安くなるんですよねやりたいね<え> <laughs> やりたいよこれ結構楽しいですね泡をなんか七三二とかうやりたい鶏と野菜をヘルシーにいただきましてこのあと何か食べたくないはいビールもいただいたんでやっぱりデザートが欲しいなと思うんですけどねよっしゃ よっしゃ持ってきましたよ。え、さすが池田さん。嬉しいです。今日あの秋限定の一軸。おすすめは一軸で。でクリーム、ミルクも。秋の味覚がアイスクリームで。はい。いただけるんですか。はい。嬉しい。いいですか。はいどうぞ。一軸じゃないですか。そうあのねガモ町の一軸農家さんからあの。 分けていただいてるんですけど、はい、この農家さんこだわってこだわって作っておられて、<う>毎年おいしくなってくるんですよこの一軸が。去年よりも今年がおいしい。きっと来年はもっとおいしいやろうと思う、はあ。甘さの中にちょっとほど酸っぱさっね。おいしい。で一軸のコリコリとしたところもあるし、ね、食感があって。そうそうそう。池田さん優しい味。私と一緒。 <laughs> そ,そ,その通りです。はい。はい、もうはい、というしかないですね。他にも、ど、どんな味があるんですか?<リ>。栗<リ>。栗、秋の栗。これはね、<ー>あの信州、はい、の。栗あんを入れてるんですけどね。これ、はい、を溶けてる。食べごろ。食べごろ。はい、はあ。ちょっとまったりした栗の味が出てる。そうそう私とこのミルクと。 <お>一番ええ、距離感。合いますね。ありがとうございます。クリとアイスクリームって。うん、これ、秋限定なんです。秋限定。両方とも秋限定。<わ>最高です。ありがとうございます。はい。本当にいいデザート、ありがとうございました。<laughs> 今週のオブザーバーは池田牧場の池田。ありがとうございました。ありがとうございました。したさて、次回はですね。和ろうそくの。代用 えー、去年創業100年を迎えたんですけども就任5年目で35歳の社長はですねい若いでしょ、まあ、さっきの小中さんも若かったけど<う>ね<う>嬉しいですね若い方が育ってくるって、えー、この和同足というね伝統産業とどう向き合っているのかお伝えしていきたいと思います。はい、が経済ナウ次回もどうぞお楽しみに